谷のギムレットは日本の競争馬、シュボ場である。2002年の第69回東京優秀優勝馬。場所の谷水雄造はかつて谷のハローモア、谷のムーティエで東京優秀を勝った谷水忍の子息で親子2代での東京優秀馬オーナーとなった。ギムレットとは人をベースにしたカクテルの名前で東京優秀レース後の優勝キッインタビューで竹豊が 今日はギムレットで乾杯してくださいと語っている。育成時代は北海道浦川の吉沢ステーブルで鍛えられ、デビューは2歳の夏、札幌競馬場のダート1000メートル戦。そこでは2着に敗れる。その後尻尾の骨折による引退の危機を乗り越え、12月に阪神競馬場の芝1600メートル戦で復帰し、2着に七場審査を付け初勝利を挙げる。2002年、 三歳となり重賞初挑戦となった、新山記念は、竹豊を迎え優勝。続く、アーリントンカップも三場新本差をつけ優勝。さらに、サツキ賞、トライアル、スプリングステークスでは負傷の竹豊に代わって4位。広文が騎乗大外を通り豪快な末足でテレグノシスに、並びかけて、首差の差し切り勝ち。サツキ賞では、再び4位寄せに、 2.6倍の1番人気に押された。しかしレースでは最終コーナーで1番外を大きく回るコースロスが響いてしまい直線に入ってからほとんどの馬を抜き去るゴー足を見せるが前の2頭をかわすことはできず3着に敗れた。勝ったのは後位から抜け出した15番人気のノーリーズンであった。この時の4位の荒い騎乗について明らかな騎乗ミスであったとされることが多く 解説者も、谷のギムレットは一等だけ100メートル余分に走っていたと語った。勝ちタイムは1分58秒後は、サツキ賞レコード、ノーリーズンの単賞は万馬券、2着にも人気薄のタイガーカフェが粘り切って、バレーン53,090円となった。レース後はこのまま、東京優秀へ向かわず、NHK マイルカップに怪我から復帰した。 武豊を安城に迎えて出走。単勝1.5倍の一番人気に押された。いつもの通りの後方待機から直線に向くも、テレグノシスの車行により、進路を塞がれる不利があり、進路を左右に変えながら追い上げたが、そのテレグノシスの三着に敗れた。審議時間は20分以上にも及び、この車行に、武豊は、テレグノシス安城の勝浦正樹に対して激怒したという。 引き続き中二周と詰まったローテーションとなるが、自走は東京優春に出走。ここでも一番人気に押され、いつもの通りの後方待機から直線に向くと、直線坂下から末、足を繰り出し、シンボリクリスエスを差し切り優勝した。竹豊は、史上初の東京優春三勝目を挙げる。なお、レース前に、谷のギムレットについて、馬は、絶好調だし心配することは、 ほとんどないが、杉本さんのだけが唯一心配だと関係者が揃って言っていた。東京有春後は、立冬で調整された後、北海道浦河町の吉沢ステーブルに移動して、調教を積まれた。秋シーズンに向けて8月25日に立冬駅休止以降も順調に調整が進んでいたが、9月1日の調教後に足が熱を持ったため検査が行われたところ、 昨年浅く県園を発症していたことが判明し、全治6ヶ月と診断されたため、秋シーズンの出走が不可能となった。その後、谷水と松田ら関係者が協議を行った結果、復帰への童貞が険しいことや、生産地の期待が高いことを受けて、現役を引退することが決まった。種ボ馬となってからの2003年8月24日に、札幌競馬場で引退式が行われた。 故障を受けて、急遽バッシュの谷水雄三、八代大グループの吉田勝美、長教師の松田さんの間で、話し合いが持たれ、総額13億2000万円のシンジケートが組まれ、北海道阿比町の八代大スタリオンステーションで、種ボバとなることが決まった。ウオッカ3区は2006年から走り始め、初年度3区のウオッカが、第58回阪神ジュベナイルフィリーズを制して、 三区の初陣合い勝ちを収め、さらに翌2007年には自身と同じ、2枠3番で64年ぶりの、金馬の東京優春優勝を達成するなど、好調な出足を見せた。ウオッカとの父子東京共有制覇派は、史上国民目であり、父から娘の関係では、史上初となる。ウオッカをはじめとする初年度三区が活躍したこともあり、同年は240頭に種付けを行った。 この種付け等数は当年の国内2位であった。なおウォッカは2008年、2009年と2年連続で JRA 少年度代表馬に輝き、2011年には検証馬に選出された。初年度からの好成績に加え、成田ブライアン、マヤノトップガン、サニーブライアンら他のブライアンズタイム3区の種ボバから目立った光景が生まれていないこと、及び、 日本最大手のヤシロ大グループのヤシロ大、スタリオンステーションにつなぎようされる恵まれた環境もあり、決闘的にもノーザンダンサーやミスター・プロスペクターを含まず、サンデー・サイレンスを父に持つ品場とも後輩が可能であることから、ブライアンズ・タイムの有力後継守護場として期待されていたが、2017年12月時点で、ウオッカ以外の GI 価値馬は出ていない。その後、 2013年11月30日にレックススタッドへ移動すると2014年からは同地で種ボバ生活を送る。産区は芝コースを得意とする傾向にあり、2017年12月時点での JRA 重賞勝利はすべて芝コースでのものである。2020年をもって種ボバを引退。引退後は北海道日高町のベルサイユファームで功労馬として つなぎをされる。ふとじは、GI 競争。ドリーム競馬 MC のヤギ沼純子が、結婚発表した際、相手のことを、馬で言えば、谷のギムレットと表現している。ありがとうございます。